台風速報。ウィンディーの GFS モードになります。予報日時、GFS モード、一番先の予報。10月19日、土曜日の午前0時までご覧いただくことができます。この時、日本列島から見ますと、関東地方の南東の海上。小笠原諸島から見ますと、東の海上の南鳥島近海に。中心気圧、964ヘクトパスカル。 周辺の最大風速最も大きいところで毎秒27メートルを指し示しております。台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと描かれております。台風速報。台風速報の時間がやって参りました。 2024年、令和6年、10月の9日、水曜日、朝4時39分39秒現在、発達すれば、次の台風19号となる、バリジャットの候補となりそうな卵、熱帯低気圧の発生が、気象庁から正式に発表されております。現在、南鳥島の近海にあり、北東方向へ進んでいますが、この後、 日本列島へは近づかない進路予想が発表されております。そして、ウィンディーの最新情報では、次の、次となる、台風20号、チャーミーの発生が予報されております。なお、コメント欄にもお客を見いただいた視聴者の方もいらっしゃいましたが、えー、台所用洗剤のチャーミーの名前の意味はですね、手をつなぎたくなる、 ではなく、花の名前で命名国はアメリカとなっております。それではまず台風19号の卵となる熱帯低気圧の最新情報から。まだ台風には発達しておりません。えー、気象庁10月9日本日4時5分発表の9日3時の実況では、種別は熱帯低気圧で存在地域が南鳥島近海となっております。 小笠原諸島の東の海上ですね。このバツ印の位置がそうなんですが、進行方向と速さは北東へ20キロ。10ノットですから、ママチャリを漕ぐぐらいのスピード。まあ、若干全速力で漕ぐような速さです。中心気圧1000ヘクトパスカル、えー。最大風速は毎秒15メートルで、えー、台風の規定値であります毎秒17メートルには到達しておりません。 最大瞬間風速は23メートルとなっておりまして、この後北東方向へ進みますから、えー、日本列島はおろか、この小笠原諸島へも、えー、接近してこない新流、えー、層となっております。で、コメント欄にですね、この辺りは誰か住んでるんですかという、あの、書き込みいただいた方いらっしゃいましたが、えっ、ー、とね、伊予島は、あの、日本の自衛隊とアメリカの、米軍の、 関係者だけが今住んでますね。一般人は住んでいないはずです。で、小笠原諸島は普通に住んでいる方いらっしゃいます。人口は何人かは忘れましたけれども、まあ、このような診療層であるというところで、えー、まあ、差したる心配はない台風になるのかなというところですね。えー、勢力の方もそれほど強い、えー、台風には成長発達することなくですね、 12日午前3時の予報では、千島近海で温帯低気圧に変わる予報となっております。えー、その他の熱帯低気圧はあ、気象庁からは発生が発表されておりません。続きまして、米軍 JTWC ジョイント台風ワニングセンターですね。アメリカ海軍と空軍が、ハワイ市の新庄の海軍基地に共同で設置した合同台風警報センターの最新情報となります。 衛星画像の一周タイム。発行時間が8日の1800ツールですから、日本標準時に修正を予定しますと、本日9日水曜日の午前3時点の衛星画像となります。この点線の奥内映北西太平洋、台風の発生領域になるんですが、やはり南鳥島近海ですね。トロピカルデプレッション21ウエスト。熱帯低気圧の雲画像が記されております。診療素をご覧いただきますと、 新流層図ご覧いただきますと、まあ大体おおむねですね、北東方向へ進んでいく新流層で、この強風域の可能性のあるエリアもですね、まあ千島列島は一部入っている箇所がありますが、日本列島への直接的な影響を及ぼす強風域がかかる部分は今のところない予報となっております。 で、そもそもですね、このお路労層を見ますと、典型的なですね、えー、秋台風のお路労層ということになります。まあ、こう描いてはおりませんが、ほぼ直線のですね、ストレートな心労層となっておりますが、日本列島の本州へは近づいてこない心労層は、10月のですね、えー、平年通りの台風の経路図と、 いうことに相なります。それでは、ウィンディーによります、世界最高クラスの予報制度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象予報モデルをベースします。ECMWF モードからご覧いただきたいと思います。えー、こちらの等圧線がですね、え小笠原諸島小笠原村の東の海上にあります。台風19号バリジャットの卵となる熱帯低気圧の等圧線になります。 14日のですね、えー、午前3時のあたりにですね、えー、中心気圧が13ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も大きいところで、えー、毎秒、えー、19メートルを指し示しております。台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が現れ始めるんですが、えー、こちらもですね、日本列島の本州へ近づいてくることなく、 北東の方向へ、えー、徐々に徐々に、北東というかもうほぼ東ですね。えー、東へ遠ざかっていく新流層となっております。こちらの東ス線が、あそうなりますね、えー。続きまして、アメリカ海洋大気庁の後、アメリカ国立環境予測センター NCEP 内のナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなる、 グローバルフォーキャストシステム GFS モードによります台風19号バリジャットの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線の進路予想をご覧いただいております。予報日時 GFS モード一番先の予報10月19日土曜日の午前0時までご覧いただくことができます。この時日本列島から見ますと関東地方の南東の海上 小笠原諸島から見ますと、東の海上の南鳥島近海に、中心気圧964ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も大きいところで毎秒27メートルを指し示しております。台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと描かれております。 この先の進路予想非常に行きがかりなところではありますので、19日の午前0時からですね、トロピカルティビットの同 GFS モードでご覧をいただきたいと思います。予報日時、10月の19日の午前3時から続きをご覧いただきたいと思います。日本列島の南東の海上にあります、中心気圧957ヘクトパスカルの 台風20号、チャーミーの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線が見えます。えー、この後ですね、えー、こう描くように北東方向へ、えー、徐々に徐々に遠ざかっていく診療層となっておりまして、日本列島の本州へは近づいてこない診療層となっております。これがトロピカルテレビット GFS モードの最新情報となります。続きまして、ドイツ気象局、ドイッ チャープターディンツの天気予報モデルをベースとします。アイコンモードによります、台風19号バリジャットの進路予想をご覧いただいております。えー、続きまして、日本の気象庁、ジャパンメテオロジカルエージェンシーの天気予報モデルをベースとします。メソスケールモデル MS、MSM モードによります、台風19号バリジャットの 新流層をご覧いただくんですが、まあ、ギリギリですね、えー、画面の隅っこに見えております、えー。この後、しばらくは北上するんですが、日本列島本州へは近づいてこない新流層が描かれております。それでは、今後の雨、1時間ごとの降水量をプロットした画像をご覧いただきましょう。えー、これはですね、 えー、今日9日水曜日の午後6時までの予想も含みます。まあ、朝方はですね、全国的に広範囲に、えー、雨の予報となっておりますが、まあ、午後から夕方にかけて徐々に徐々にですね、えー、雨足が弱まって、えー、止んでくる予報となっております。まあ、すでにここ、茨城もですね、えー、朝はガッ りりりととした本降りの雨となっております、えー、茨城ではあ、もう早朝からです、ね、このように、えー、しっかりとした、どしゃ降りとまではいかないまでも、本降りの雨が降り続いておりますそれでは気象庁の週間天気予報をご覧いただきましょう。 更新しまして本日9日5時に発表されたばかりの最新情報となりますが、今現在の時刻はまだ4時55分38秒ですから、えー、若干早めの発表となっております。本日9日の水曜日、関東地方からですね、えー、近畿地方、そして東北地方にかけて広範囲に雨の予報となっております。東京、雨、のち曇り。 西日本エリア、九州、四国、そして、そして中国地方の瀬戸内海側は晴れ間の広がり予報。北海道も全域で晴れとなっております。予想最高気温なんですが、まあ、だいぶ朝晩はですね、涼しくなってきました。というよりも、寒くなってきたなという印象です。えー、もうそろそろですね、えー、暖房を入れてもいいような、あようやく 暑ささからは解放された予想最高気温となっております、えー、東京は17度。ただし、鹿児島はですね、29度となっております。まあ、晴れてるせいもあるんでしょうけれども、父、えー、島30度、那覇29度、石垣島29度、北海道地方はもう18度、19度、17度というところで、えー ま快適な気温というところになりましょうか。確かね、あの、人間が感じる一番この快適な気温というのは18度だったとなんかしょ、うーんとね、子供の頃に何かの本に書いてあった記憶があるんですよね。まあもちろん、人によって個人差はあるんでしょうけれども、明日10日の木曜日、天気は回復していきます。 あさって11日の金曜日、しあさって12日の土曜日、やのあさって13日の日曜日、14日の月曜日、15日の火曜日となっております、気象庁の週間天気予報の最新情報と相なります。秋雨前線の配置もご覧いただきましょう。昨日夜9時の実況図ではですね、まあ、気象庁の天気図なを見ますと、 お秋雨前線がですね、北東方向へ日本列島の南でえ伸びております。で、これが台風19号、えー、バリジャットの卵なんですけれども、ほとんど停滞というところで、え本日9日夜9時の予想では、秋雨前線が若干動くものの、やはりほとんど停滞してますね。え関東地方の南の海上に居座り続けます。 そして、えー、気象庁の天気図では、本日9日の夜9時にすでに、えー、台風19号、バリジャットの発生が予報されております。で、まあ、これはですね、ちょっと昨日もお伝えしたところではあるんですが、まあ、台風19号も20号もですね、えー、進路予想を見ておりますと、日本列島から遠く離れた東の海上を北東方向へ進む、ないし北北東の方角へ進む、えー、進路予想をとって、 ておりますが、まあ、これは典型的な秋台風の進路層というところで、まあ、これはですね、えー、やはり、日本列島へ近づかない要因として考えられるのが、まず太平洋高気圧の張り出し状況ですね。まあ、直近の予想で見ますと、日本列島の上空もですね、えー、大ぇ、オホーツク海高気圧が覆っているんですが、 太平洋高気圧の張り出しが程よく引っ込んでいる、引っ込んでくれているおかげでですね、この台風が、この太平洋高気圧の減りを進んで、まあ、発生していませんけれども、日本列島の本州へ直撃しない進路予想となっているわけです。これ、下手にですね、この太平洋高気圧が、この太平洋側まで張り出してしまうと、その分、この台風19号の卵となりそうな 飛ばす線が押されてしまうので熱帯低気圧が押されることによって日本列島への直撃も泣き虫に,にもあらずな予想となってくるわけですそれと北東方向へですね台風が移動するこの主な要因として考えられるもう一つの要素がですね 先ほど申し上げました。太平洋高気圧の張り出しと相まって日本列島の上空高度1万メートル上空10キロの視点を流れる編成風。偏西風ジェット気流の存在が。大きく採用してきます。今だいぶ南下してきていましてですね。これ、肌色の部分がこの偏西風の最も流れの強いエリアを表しているんですが。 え見事なまでに日本列島の上空を覆い隠すように、えー、蛇行を流れていますのでえ、吹いていることからですね、えー、台風19号が発生して日本列島に近づいてきても、日本列島の本州を直撃することなく、北東方向へ押し流されるようなあ予想となるわけです。 まあこの辺はすべて私の個人的な感想として語らせていただいておりますが、おおむねですね、このようなあ構造、原理となっております。まあ、このあとですね、日本列島を直撃するような台風が10月の中旬頃までに発生しなければ、まあ、台風シーズンはいよいよ終わりと見ていいのではないか。 あというのは、私の個人的なあ、妄想になりますえ。これは予報ではありません。まあ、今年もですね、台風20号ぐらいまでは発生しそうな雰囲気はありますけれども、直接的な、直接的な台風被害というのは、まあ、発生しなさそうな、 ああ、兆候を兆しがかなり可能性としては大きいかなと言えるところであります。えー、それでは今日も一日、笑顔で素敵な一日を送っていただければと思います。私からは以上と愛になります。それではまた。本日4時5、5